行くぞニリス再犯。今回の決闘では英語を喋ることはできない。英語を喋った方は即終了の決闘を開始する。行くぞ決闘準備。行くぞニリス再犯。その心が到達する境地がある。今の君に私は倒せない。己の限界を超える限りはな。私が第二人決、自動二人、自動二人決闘。私のターン。モンスターを準備開始。カードをセット。ふん。主要な段階終了前。僕はテグだから幻想のなんだこれ。幻想のなん何これ恐竜を。それはどうか。もう効果を発動。モンスターコターンよ。行くぞ。私のターン。僕のターン。やるじゃないか。なかなか二列再犯。私に英語を喋らせることができるとはな。貴様なかなかやるな。このままでは終わせないぜ。なんだこの企画。自動二人決闘。準備開始。見せてみろ。今デュエル。私のターン。私の番。私はお祈り。まずお祈りだな。お祈り魔法札、光の援軍を発動。魔法カード山札の上から墓地の送ることによって3枚をいい感じのカードを送ることができる。何まずい。あ、ちょっと暗殺者2枚落ちた。では私は墓地の幻想の恐竜の効果を発動。幻想の恐竜の効果によって、札を1枚このカードを、あ、なかなかやるようだな。ニリサイハーブ貴様、俺にここまで英語を喋らせるとはなかなかの使い手だぜ。私についてくれるかな。設置三角家族。見せてみろ。私が教えてやる。自動二人決闘準備開始。モンスターを伏せる。カードをターンエンド。行くぞ。私の番。ドロー。あ、ドロー。マジで無理なんだけど、この企画。なんだよ、これ。全然無理だわ。こいつ、英語喋りすぎなんだよ。そもそも遊戯王ってほとんど英語だからな、もう、もはや。日本語のが珍しいわ。さあ、見てるわ、これ。今の君にはなんだよ、これ、この企画。テックジーナス、バウル。あった。お前だけさ、獣と副召喚しすぎなんだよな。私のターン。引く段階。そして使用段階。準備段階、使用段階。使用段階。使用段階からで手札から獣発動。モンスター効果発動。獣を発動。獣の効果によって。モンスター効果発動。化技術化け物。推進恐竜を特殊召喚。テックジーナス。ブースターラプトル。そして手札より光の援軍を発動。魔法カード。光の援軍の効果によってこいつなんだ。暗殺者雷電気を召喚。現れろ。雷電気の獣効果発動。そして、おー、強いな、いいな、強いぞ、いいぜ、強いぜ。そして、星1の、推進恐竜に、星4、雷電気を調和。リミッター解放。限界解放、星5。レギュレーターオープン。推進、発射問題なし。ゴー。シンクロ召喚。行け、調和召喚。カーキスバケモノ、優勢を守りし者を調和召喚。そしてスターガーディアンのモンスター、あ、もう無理なんだけど本当にこれ。やるじゃないか、ニリス再犯。なんか札のことめちゃくちゃあの例の言葉で言ってしまうぜ。これはまずい、非常にまずい。終わらないこの企画、勝たないと。私についてこえるから。自動二人決闘準備開始。今のキッティ行くぞ。手札は強い。手札から化石調査を発動。魔法カード発動。化石調査の効果によって、幻想恐竜を手札に加えることができる。そして幻想恐竜の獣効果発動。モンスター効果発動。この札を墓地から1枚除外することによって、山札から
科学技術化け物、推進恐竜を特殊召喚。テックジーナスブースターラプトル、レベル4以下の。何？テックジーナスワウルフ。やるな、二塁再犯。そして僕はテグだから、行動暗殺、雷電気を召喚。私はモンスターを召喚。そして雷電気の獣効果発動。モンスター効果発動。さらに科学技術化け物推進恐竜と、雷電気で調和召喚。リミッター解放、限界解放、星5、レギュレーターオープン、規制解放、オールクリア、全て成功。行け調和召喚。来い、テックジーナス、科学技術化け物、優勢を守りし者、そして優勢を守りし者の獣効果発動。墓地のテックジーナスモンスター1体を手札に加える。そして僕は推進恐竜を手札に加えることができる。さらに、優勢を守りし者の獣効果発動。手札からテックジーナスモンスター1体を特殊召喚する。テックジーナススクリューサーペント。さらに、てかこれあれだな、効果発動する必要なかったら、まあいいや、推進恐竜の効果を発動。テックジーナスブースターラプト。さらに推進恐竜と科学技術化け物、回転お魚、回転お魚をで調和召喚。シンクロフライトコントロール、調和飛行操作、展開解放、星5、ブースター注入 120%、 推進注入 120%、 レンジ修正、回復回路距離修正、全て成功。シンクロ召喚、行け調和召喚。科学技術化け物、力剣闘士。そして力剣闘士に、優勢を守りし者の調和。ふん、クリアマインド、澄み切った心、限界解放、星中、メインバスブースター、主要な低推進操作、全て完璧。今ここに解き放ち、次元の体へ進め。ここはいい、ゴー、行け加速調和。来い、科学技術化け物、刃物重火器を調和召喚。さらに特殊能力発動、設置三角、三角調和、三角加速、設置三角加速。そして科学技術化け物往復トンボの獣効果発動。刃物重火器を墓地に送り、刃物重火器の調和召喚の素材とした獣2体を墓地から特殊召喚できる。来い、優勢を守るし者、そして力剣闘士、カモン、テックジーナスパワー、行くぜ、行くぞ、2列再犯。限界を打ち破る境地、トップクリアマインド、非常に澄み切った心に到達した。私は教えてやろう、加速調和が、調和の終着点ではなく、ただの通過点に過ぎないということを。トップクリア、非常に澄み切った心、リミッター解放、限界解放、星が最高潮、レーターオープン、規制解放、オールクリア、航空回路全て完璧。時空を突き破り、未知なる世界を開け、ゴー、デルタアクセル、行く、三角加速、来い、科学技術化け物、防体砲、来た、今のところほぼ言えてんじゃないか、今のところほぼ言えてる、今回はいける、今回は勝つる。そして戦闘弾、そうか、俺先行か、バン終わり、ターンエンド、さあ来い、私を倒してみろ、行くぞ、私のターン、今調子いいぞ、テックジーナスストライカー来た、科学技術化け物防体砲の
獣砲が発動。ハルバードキャノンから逃れる術はない。その召喚を相手の召喚特殊召喚を無効にして破壊する。ローズサモン召喚封鎖だがーん。よしよしよしブースターラップ何カードを伏せ何ターンエンド。さあ来い私を倒して。やるじゃないかな。ターンやるな。二再犯私のターン。カードを引く。そして僕は化学術化け物回転お魚を召喚。スクリューサーペント回転お魚の効果発動。スクリューサーペントの効果発動。回転お魚の効果によってレベル4以下のテックジーナスモンスター1体を効果を無効にして特殊召喚する。これはこっちですかね。星1の推進恐竜を墓地から特殊召喚。テックジーナスブースター。そう、そして推進恐竜にお魚をチューニング。あ、チューニング